ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画は濃いめのガンダムオタク霊夢と、ライトユーザーの魔理沙がガンダムを解説していく動画だぜ。今回は、現在絶賛公開中の映画、閃光のハサウェイについて解説していくわよ。おお、気になっていたんだぜ。というかこれ、面白いのか？真ん中の地味な顔の兄ちゃんが主人公っぽいのはわかるんだけど、どんな話なのか見当もつかないんだぜ。それに話がなんか暗そうだし、ひょっとして万人にはおすすめできない映画なのか？霊夢？まあ良いわ、そこんとこも踏まえて解説してあげるわ。おお、助かるんだぜ。そうね、この作品は人を選ぶのは間違いないわ。だからあえてここは、恋ガンダムオタク、ライトオタク、そもそもあまり知らない人向け、と、3つに分けた評価を書こうと思うわ。頼むんだぜ。ではまず、全然興味がない人に向けた評価をさっくりといくわね。一般人だな。では、全然興味ない人に向けたこの作品の評価だけど、ドキドキ。100点満点中40点ってとこかしら。意外と厳しいのぜ。まずマリサ、ロボットアニメそのものが万人向けではないのよ。確かになんだぜ。ロボットものってまず世界観とか設定の説明から始めないといけないもんな。それに、この作品は長い長い宇宙世紀シリーズの続きものよ。例えばなんだけど、鬼滅の刃って作品のストーリーを説明できるかしら？おお、簡単なんだぜ。主人公のかまど炭治郎が、鬼にされた妹を人間に戻すために、鬼の秘密を探りながら鬼狩りの組織に参加するんだぜ。うん、大体そんな感じよね。それで伝わるから良いのだけども。だけども？では閃光のハサウェイの簡単な説明をするわね。うん。宇宙世紀100年を過ぎて、地球連邦の腐敗した官僚が、おう。自分たちだけが特権階級として、地球に住むことができるような法案を通そうとしているの。法案。それを阻止するために、テロ活動に走ったのが主人公のハサウェイのア。テロ活動。さあ、ハサウェイは腐敗した官僚を粛清し、法案の阻止ができるのか。霊夢さんすいません、政治の話はちょっと。仕方ないでしょ、そういうストーリーなんだから。もう少し簡単にまとめられないのかぜ。そうねー。腐敗した官僚を粛清するために主人公はテロリズムに走った、かしら？おお、まとまったけど何か全然興味惹かれないのぜ。それがガンダム全体の課題なのよねー。わかりづらくて難解で、だけど深くて心に刺さるのがガンダムというものだから。そもそも、気合い入れてみるぞって人以外にはどうしても刺さらないのよ。でも PV で見た映像はすごかったのぜ。そうね、映像は素晴らしいし音も素晴らしいわ。だろ？でもね、マリサ、過去に映像が素晴らしい打作がどれだけあったと思ってるのよ。厳しいことを言うようだけど、映像が素晴らしいはもう最大の売りにはならないの。何せ、映画は無料ではないわ。お金を払って、期待をして、知名度はちゃんとあるガンダムというブランドを背負ってるのだから、最初からハードルがそれなりに高いのよ。ハードルか。おそらくだけど、子供はこれを楽しいとは思わないわ。戦闘シーンが少ないしね。むむむ。さらに、ガンダムにあまり興味ない人や、何かやってるから見てみるかぜ、友達の付き添いぜにも刺さらないと思うわ。霊夢さん厳しいっすね。悲しいけど、多分そういうものなのよ。でも映像が綺麗なのは本当だから、なんとかおまけをして40点よ。付き添いで来てくれた人に楽しかったねって聞くと、多分付き合いで、そうだね映像綺麗だったねくらいは、返してくれると思うわ。無念なんだぜ。そうね、でも落胆するのは早いわ。でも興味ない人の興味は引けない作品じゃないのか？そうね、それはシリーズものの弱みであり、同時に強みでもあるの。どういうことなんだぜ？簡単な話よ。新規の引き込みは、別に他の作品でやれば良いのよ。ガンダム、というブランドだからね。おお、確かになんだぜ。そうなると、この作品に求められているのは新規の取り込みではなく、興味を持った人をさらに熱中させられるかとか、内容の面白さそのものになってくるのだけど、そこを知りたいのぜ。というわけで、ここからはライトオタクに向けた評価になるわね。ガンダムを少し知っている、最近のは見たことあるよぜ向けの評価は、ドキドキ。60点ってとこかしらねー。高いのか低いのかよくわからんのぜ。主人公機の登場が遅いのよ、なんと最後のごくわずかな間だけよ。ただし、戦闘シーンは素晴らしいし、動きも描写も圧巻よ。正直興奮したわ。さっき映像が綺麗なのは強みじゃないって言わなかったか？言ったわ。でもね、マリサ。もう映像で興味のない人を引き込むことはできなくても、興味を持ってくれた人をさらに引き込むってことはできるのよ。ああ、だからライトユーザー、ライトオタク向けなのかぜ。なのでこの映画は、ガンダムってこんな感じなのか、とか、深みへとハマっていくような力はあると感じたのよ。その割には60点って少なくないか？実はそこもかなり迷ったわ。ねえマリサ、少し聞きたいのだけど、その昔、ここからハマったやつはにわかとか言われていたガンダムシード。これ、何年前の作品だと思う？シード？何かまだ新しめのイメージがあれ、でも古いんだぜ。よし、10年くらいかぜ。20年前よ。は？
放映は2002年だから、正確には19年前だけどね。そんなに昔だったのぜ。ちなみにダブルオーガンダムは14年前ね。つまり何が言いたいかというと、ガンダムシードしか知りません、ダブルオーしか知りませんって人も、もう20年、10年と追いかけ続けてくれている、立派なガンダムオタクなのよ。なんという。でもさすがに全シリーズ見てるわけではないと思うから、ライトオタク、ライトユーザーの枠の中に詰め込んでしまったわ。20年続けてライトなのかぜ。歴史が続けばこうもなるわ。歴史か。それを踏まえてなのだけど、私はライトの人の中で、何を重要視するかでこの作品の評価は変わると思うの。ふむ、なんだぜ。まず大前提として、ハサウェイに魅力がないわ。地味、何か暗い、特徴なし。しかもテロリスト。ちょっと調べると出てくる、前作でのアムロの恋人殺害。むしろ好きになる要素を教えてほしいくらいだわ。愚かすような。そういうものなのよ、視聴者は残酷なの。個人的にはケネスのギギも微妙ね。ケネスはドン引きするような下ネタ発言平気で言うし、ギギもギギで何考えてんだこの女感半端ないわ。そこが魅力なんじゃないのかぜ。ライトユーザーにそれがどこまで伝わるかしらね。もう、富の作品を一切見ていなくても20年近いオタクなのよ。むむむ。なのでキャラに魅力を感じてくれなかったガンダム好きを、音楽と映像で引き込むことができるかどうか、なんだけど、正直野戦ばかりでって意見は結構見るわね。燃え盛る街並みから照らされる日の影とか、ゾクゾクするんだけども、伝わらない人は結構いると思うわ。ただそれでも、レインエイム君にはビビッと来てくれた人は結構いるような気がしたわね。おう、レインは何か私もいいなって思ってたのぜ。そうね。レインに関しては、全力で応援して良いキャラだと思うわ。問題は登場シーンが少ないってことだけど。むむむ。ただ、この難しい作品を、わかりやすくしてくれてるようには見えるのよね。なので、富の作品、あるいは宇宙世紀入門として、せめて60点はあってほしい、というのが私の本音かしら。せめて60点、か。でもね、マリサ、比較的わかりやすい富の作品ってだけでもすごく貴重なのよ。これからがっつりガンダムの世界に入り込もうかなって思った人には、ぜひおすすめしたい作品だわ。作品としては間違いなく面白くて、見れば見るほど深さに気づけて、その上映像と音楽も素晴らしいんだもの。合わなければ別のガンダム作品を勧めればよいし、合えば、どっぷりと使ってくれる最高峰のガンダム作品だと思うわ。ほうということは？ふ。では恋ガンダムオタクである私の評価を言うわね。ドキドキ。私から見た劇場版先行のハサウェイの評価だけど、ハラハラ。100点よ。おお？ 100 点満点中100点よ。マジかぜ。完璧だわ、本当に完璧だったのよ。がっつり原作を追いかけてる身からしたら、ハサウェイのことなんて赤子の頃から知っているわ。おう、そりゃまあそうだよな。それどころか、彼のお父さんとお母さんの恋愛事情までがっつり見てきたのよ。こんなん最初から愛着マックスよ。でもアムロの恋人殺しは、そこがむしろ逆に興味惹かれるのよ。どういうことなんだぜ。そもそもこの作品の原作のハサウェイは、アムロの恋人を殺してないどころか、結果的にはアムロの窮地を救った本物の英雄なのよ。そうだったっけ？そうよ。その代わり、初恋の相手、クエスパラヤを直接殺害しているわ。重いんだぜ。けど今作のハサウェイは、確かにアムロの恋人を殺害はしたけども、クエスのことは、最後まで見捨てなかったのよ。そういえばそうだったのぜ。顔見れば嫌なことなんて忘れるよだっけ？あのハサウェイは優しくていいやつだったのぜ。そうね、でもそこにアムロの恋人のチェーンアギがミサイルを撃って、クエスはハサウェイをかばって死んだのよね。で、やってはいけなかったんだと逆上したハサウェイがチェーンを、もうどっちが正しいのかわからんのぜ。でも、この違いは決定的だと私は思うの。クエスを殺したハサウェイと、クエスに守られたハサウェイでは、結末が変わるんじゃないかとハラハラしながら見てるわ。それに、いろんな場面でね、頑張れハサウェイ、お前はクエスを最後まで見捨てなかったじゃないかって、応援しちゃうのよねー。だからこそ、最初の夜戦の後に、ギギがハサウェイから離れていった瞬間の描写なんて続々したし、心優しいハサウェイと、テロリストのマフティとの間の、強い葛藤が見えてもうたまらなかったわ。それに、実はギギはハサウェイにぞっこんってのも大事な部分よね。そうなのかぜ？そうよ、この作品はギギというヒロインを二人の男が取り合う物語ではなくて、ギギとケネスが、いろんな意味でハサウェイを取り合う物語なのよ。ケネスは仲間に引き入れようとしていたのが、途中から違う方向には変わるけどもね。なのでマリサ。おう。真ん中の地味な兄ちゃんは、実はヒロインだということをよく覚えておいた方が良いわ。ヒロイン。そしてもちろん MS 戦も素晴らしいわ。時代が変わった、というのが一目でわかる高速戦闘。完成したミノフスキークラフト機ってこう動くのかとか。ミノフスキーフライトの音をとか。クシーノファンネルミサイルだ。いや待て違うぞ、クシーノはフロントスカート20発のはずだ。じゃあこれはただのミサイル？
ブギャー・ハサウェイはまだ余力を残しているぞとか、あ、今光ったこれビームバリアだなとか、たまらないわ。そうかなんだぜ。夜の街をギリと逃げるシーンなんて興奮しまくりだったわ。ああ、マフティではなくハサウェイなんだなとか、マフティになっちゃダメだハサウェイとか、自分が指示をした襲撃に対して、本気で本当にひどいってなるあたりとか、戻ってこいハサウェイ、戻ってこいハサウェイって。でも応援しっぱなしだったもの。そしてあのクエスのシーンでの絶望感最高よ。おとにかくね、ガチ勢からしたら語り尽くせないほど魅力あふれた完璧かつ最高のガンダム作品なのよ。あとは、レインエイムについてたっぷりと語りたいんだけども。レインについては私も語りたいのですごくいいやつだったのぜ。でもさすがにもう無理ね、動画時間が10分を超えたわ。あんだけ好き勝手語っておいて。続きがあれば、レインに関しては次回に持ち越しね。というわけで、今回の解説はここまでよ。まとめると、先行のハサウェイの評価は、1興味ない人には多分刺さらない、2興味を持ち始めた人には刺さらないか超刺さるかの5分、3恋オタクにはクリティカルヒット、って感じだと思うわ。なので、ちょっと興味がある人は、ぜひ見に行ってほしいわね。何せ、熱中するくらい引き込まれる可能性は十分あるのだから。50で十分なのかぜ？マリサがお馬さん狙いで引いたガチャのあたりってなん？あ、いや。ではまた次回お会いしましょう。次回はレインエイムの解説をしたいのぜ。あとチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると、うつしと私が踊って喜ぶわ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。